どうもお疲れ様です。最近はね、ポイントサイトとかセルフバッグも、資料請求をしただけで、数千円もらえるっていうのはなかなかなくなってきたんですけども、久々に出てきました。今回は何かの契約をすることもなく、何かを購入することもなく、ただ、資料請求をして、資料を受け取るだけで2500円もらえるという案件のようです。まあですんでね、ちょっと試していただきたいんですが、ただね、関東周辺だけなんですよね。 まあですんで今回ね関東周辺の方だけにちょっと対象を絞ってのメッセージになります、まあ、しかしねこの案件を知ることによってあの関東周辺じゃない方もね利用することはできるんですよどう利用するかっていうとこの案件を関東周辺の人に対して紹介するというふうな情報発信をするんですよね、まあ、そうするとお得な情報をお届けするわけじゃないですか、まあ、ですんでメルマガとか LINE アットとかやってる方は ご自身の読者さんを増やすことにもなりますし、YouTube とかね、Twitter のネタにもなると思いますんで、まあそういった形で、自分は得できないけども、誰かに得をさせてあげようというね。このビジネスの基本の気持ちが使える方はね、使ってほしいなと思います。で、資料請求をされる方は Web 申し込みをして、14日以内に電話にいて本人確認ということですよね。これ以外特にないですよね。大体なんかこれ結局は契約しないといけないんじゃないかなみたいなのがあるんですけども、ちょっとこれポイントゲットをしてみましょうか。 多分ね、これ資料請求するだけなんですよ、本当に。はい。こうですね。あ、確かに、資料請求だけですね。加入申し込みしなくていいんですよ。だから資料請求をしていただいて、2500円もらっちゃってください。で、ここに個人情報を書くことになります。で、結局、これ広告主の方にどんなメリットがあって200 2500円出すのかっていうと、あの、見込み客のデーターが欲しいわけですよ。ですんで、ここで2500円もらって、 この、生協の宅配、パルシステムに興味がありますよっていうふうな見込み客として登録するってことになりますよね。まあですんでね、あの、最初は2500円目的かもしれませんけども、資料を手に取って読んでみたら契約したくなるかもしれないと。まあそういうふうなことじゃないですか。もちろん2500円もらってそのまま終わりでも、それはもうしょうがないですけどね。やっぱりこういった、あの、企業の立てた企画って、まずね、 プレゼンを受けてくれる人とか、資料を読んでくれる人の数を増やすことがポイントなんですよ。そのために広告費をこうやって使ってるわけですよね。うん、だから最初はお金目的かもしれないけども、資料をね、手に取ってみたら、その中で読む人が出てくるわけなんですよ。で、読ませるように、こうやって資料も作ってますしね。で、読んだら興味を持っていただいて、あ、これいいよねっていうふうに契約に一歩一歩近づいてくる。まあ、そんな仕組みですから、あとりあえずこれ2500円目当てでいいんでね。 これ登録しししててて資料請求をねしてみいていなと思いますはい、それでは本日は以上です。まだモッピーの方に登録されてない方は動画概要欄にモッピーの登録 URL とそれから最初からポイントが300ポイントか500ポイントぐらいついてるね、紹介コードをつけておきますので、紹介コードとともにご登録ください。それでは。